それでは、えー、これからですね、えー、運動方程式の2つのつ積分を紹介しますで、えー、実はですね、えー、力学の問題は、えー、この運動方程式で全て、えー、解き明かすことはできます、まあ、しかし今までの問題で分かったようにこの運動方程式から、えー、まず一旦加速度を求めて、えー、積分をして、えー、速度位置を一応出しましたよね ならばですねあらかじめこの時間積分計を作っておこうということになりますでその積分計が2つあるんですねで1つはですね、えー、単純にこの運動方程式を時間で積分して運動量の世界を作り出します、えー、少し専門的な言い方をすると運動量積分という言い方をしますこれが今回のテーマです、えー、それから次回ですね、えー、もう一つの積分計 この運動方程式に両辺速度をかけて時間で積分するとエネルギーの世界が出てきます。えー、エネルギー積分と言いますけれども、これを次回学習することになります。まあ、比較的運動量の方が説明がしやすいので、この授業ではこちらを先に学習をさせてください。ですね。はい。それでは運動量の法則、これを見ていくことにしましょう。 さて、えー、運動量の時間積分計というのは比較的簡単に作れます。まずは運動方程式を確認します。m× 加速度イコール力ですね。で今回、都合ですね、加速度は速度の1回時間微分なので、v ドットと書いておきますで。これを適当な時間帯、好みの時間帯で単純に時間積分をします。でそうすると、このような式になりますね。 今 t1 から t2 まで時間で積分をしましたそしてこちらの左辺ですねですかえー、m がですね時間によらない定数だとすると、えー、この mv ドットを時間で積分するとこのドットが取れて mv になりますで、えー、この計算を実行するんですがこの t1t2 をですね入れるところがちょっと見当たりませんね、えー、実はですね m は時間によらない定数でこの v が時間の関数なので本来この mvv というのはですね v 括弧 t と書くべきところを省略して v とこう書いてただけですですから今回この t1t にはですねこの t のところに代入しますしたがってこうなります、はい、あとはですねちょっとこれはいちいち降格の面倒ですからこの時刻 t1 の速度 V 括弧 T はですね V1 と略記させてくださいでこちら時刻 T の速度も V2 と略記をしますこのような略記をするとさらにシンプルにこうかけることになりますこれが左辺のですね時間積分形ということになりますそしてこの左辺と右辺は当然等しいわけですからイコールで結び時間積分するとこのような式ができますこれをですね運動量原理と呼んでいます で、えー、説明の都合、まあ、名称があった方がいいので、えー、この MV のことを物体の運動の激しさを表す運動量と呼んでいます運動量ですね、まあ、したがってこの左辺は、えー、その差になっていますから運動量の変化と読み換えることができます、えー、次に大事なこちら右辺なんですけれども、えー、この積も見るときにですね、えー、必ずまずですねこの中身を見るようにしてください、えー、ここは単純な掛け算になっているはずです でこの力×時間力×この微小時間これが実はですね、えー、力積と呼ばれるものになりますですね、まあ、全体を見て力の時間積分ですから、えー、力積と呼ばれると考えてもいいでしょうです、ねはい、こちらの右辺は力積と呼ばれるものになります ですからこの法則の主張はですね物体の運動量は力積によって変化をするものであると、まあ、そのような法則になりますはいでこちらの計算はですね誰でもできると思うのでこちらの計算の仕方をこれから訓練をしていくことになります、えー、絵でちょっと確認をしてみます、はい、さてこの力積なんですがもちろん数学的にこの積分ができるときもあれば ああるるいははでですすす。ね、ね、えー、問題によよってはです、ね、このようなグラフが与えられるケースもあります例えば、えー、この力 F 物体に働く F が、えー、時間とともにこのように変化しているケースのこの T1 から T2 までの、えー、力積は単純にこのグラフ面積ということになります。で,す、ねはい、でこのグラフ面積によって、えー、力積が分かり、えー、その分だけ物体の運動量は必ず変わっているはずなんです。ですか あと補足説明としてはですね、この力積、えー、よく略記する場合があります。i と書きますから少し慣れておいてください。ですね、それから、えー、もう一点の補足はですね、えー、もし力が時間に対してか、えー、一定の場合ですね、えー、変化をしない場合に関しては、この積分は、えー、このような式に落ちます。力×作用時間ですね、えー。一定の場合には力積はこのような計算式に落ちますから注意してください。 で教科書でよく「力積はこちら」の説明書きになっていますけれどもこれは一定の場合の計算式なので正しくは力の時間積分が力積であるとそう覚えた方がいいと思いますですね、はい、さあそして運動量原理をちょっと絵で確認をします例えばですね実例として今ここに物体があってある時刻 t の運動量が mv1 だとします ですかでこれにですね、えーまあ、簡単なために一定の力を加え続けたとしますこの方向にでそうするとデルタ T 秒間力を加え続けると運動量が、まあ、絵的にもです、ね、このように変化をしますね、はい、で、えー、この運動量と力の関係がこのような作図になります、えー、最初の運動量に、えー、力積、えー、F デルタ T が加わって後の運動量になる これが運動量原理の必要になります。ですね。